やっと念願が叶ったので報告させて。長男が生まれた時に、トメが来た時のこと。わけあって里帰りはしなかった。一通り、挨拶やらお祝いやらやった後に、こう言ってはなんだけど、嫁子さんの実家では、犬や猫を飼っているでしょ？抜け毛とか不潔だし、匂いもあるし、しばらくあちらには行かない方がいいんじゃないかしら。と言ってきた。猫は、結婚時に連れてくる予定だった。旦那も了承済み。つか大の動物好き。新居用に、いいペット科の物件を見つけたので、手続きして、あとは引っ越してくるだけな状態になってから。泣き声うるせえ。抜け毛不潔。クソ汚ねえ。家が傷つく。と猛反対して、猫は連れてこられなかった。今だったら言い返せるけど、当時は言い返せなかった。その時のことを思い出して、カーッとなって。しばらくってどれくらいですか？と聞いて。トメが、そうねえ、小学校に上がるくらいまでかしら。と言ったのを聞いてから。それじゃ、義実家にも行けませんね。天井裏にはネズミ、台所では G を繁殖させてますものね。義実家に泊まった時に、天井裏で大運動会されるし、布団にうんこついてたりしてましたし。と言ってやった。旦那は、その通りだよな。と爆笑。トメは何か反論したかったようだが、うまく言い返せないらしく、ブツブツしながらも、しっかり夕飯まで食べて帰っていった。それから7年。どちらの実家にも、写真を送ったりはするものの、子供は行かせていない。まあ、うちの実家には、電話かけたり、写真の量も桁違いで送ったりしてるけどさ。日程さえ合えば、来るのは OK なんで、全く合わせていないわけでもないし。まあ、ここ1年は、体調不良を理由に会っていませんでしたが。で、この度、長男が小学校に上がると、ほぼ同時期に、長女を出産。それを知ったトメが、約1年ぶりに我が家に来た。危機として息子が、おばあちゃん、僕の部屋に来て、と誘う。トメは、仕方ないわね。おばあちゃんのことが大好きなのね。と下り顔で息子の部屋へ。数秒後、息子の部屋からトメの大絶叫。這いずるように出てきたトメを見て、笑顔で言ってやった。やっぱり、情操教育は大切だと思うんですよね。でも、トメさんが、抜け毛や匂いを心配されていたので。それをクリアするの大変だったんです。にゃは。と、息子の部屋からボールパイソンを取り出して、腕でニョロニョロさせてみた。触ってみます？かわいいですよ。と、トメに向かって、舌をチロチロさせるパイソンタンを見て、トメは猛ダッシュで帰っていきました。それっきり、連絡はありません。旦那の携帯には何か言ってきたみたいだけど、教えてくれない。慣れると可愛いのにな。ちなみに、名前は、亡き愛猫の名をもらった。グッジョブ、ありがとう。パイソンタンは、今は、ケースに戻ってまたありしてます。つぶらな瞳が可愛い。うん、最初は純粋に心配しているだけだと思ってたんだよね。しかし、塀の上を歩いてるだけの猫に、石を投げつけたりする人なんで。ああ、自分が嫌いなだけなんだな、と思った。潔癖症なのかとも思ったけど、それだったらお屋敷のはずないし。息子はへこんでいない。友達を呼んだ時とか、最初は同じような反応されてたから。何回隠れば大丈夫だよね。そしたらハンドリングさせてあげよう。と能天気に話してる。ハンドリングさせたら、そのまま行っちゃうんじゃないかな。